ンさあ来ました無色転生ですあ学校かな今回からね新章だよね。<laughs> ほんと好きね <laughs> あー。ああ、ついか。学校に向けてあれかな使えるようなものを売ってたりすんのかないやあ、またなんかいい感じの場所じゃん。うん。ああ、ねえ、ついてきたけど。うん。学校入るまであれかなしっかり見送る感じ <laughs> やばい <laughs>。エリナリーズさん。どんどん許容範囲が広がってんのうん。ええそんなのがあったのやば。またあれかな俺忘れてるだけかな <laughs> そういうことなのエリナリーズさんの。 ただのその美じゃなくて、はあ、じゃ本、ほん、ま、けど、楽しんでるじゃゃ楽しんでるのかなぁ。パウロとかとあれかなパーティー組んでた時に、冒険してる間に何かがあって、そういう呪いが、 ま、宿っちゃってるみたいなことなのかなあれてか、映像あれじゃねあ、そんなことないかななんか変わったかなとかと思ったけど。え、で、エリナ・リーズあーあ,ーあ,ー、うん、あ、ああ、ああ、ああ、んあ今のあれじゃない前にオルステッドだっけあいつと出てきたさ。あれ制服着てないエリナ・リーズ え、学校一緒にやっぱ入るのあの子も。なんだこの羽は。いやどんどんルディが大きくなって成長していきそうだね。で、ここの学校の話は、これから何年くらい続いていくんだろうか。そう。これはもう学校かな ああ、学校だー。あーあー、入学のあれか手続きか。いや、本当に丁寧に描くよね。控えなすって。いや、立ち上がらない。<laughs> 立ち上がらないね。うん。あの手紙からどれくらい経ったのかな、道中で。うーん。 はははは。<laughs> いやー、エリナリーズさんも入るのかな、びっくりだわ。いや、退屈そうすごい。<laughs> どうでもよさそうだな。うん。試験うん。実力が見たいのか うん。うん。うん。ああ。そこら辺あれかな。やっぱ気になるのかな、ルディ的には。あ呪いエリナリーゼ うん、いや、これ自分のあれだよね。今のは。うん。なんとも言えないところか。うん。うん、無縁症。やっぱそれほど珍しいんだね。あ,あ来るんじゃないロクシー。いや、ほら、来たじゃん。 いや、早速再会。あ、まだお互い分かんない。いや、分かるよね。あ、ルディは気づかないか。け、名前聞いたし、もう、シルフィーは。えいや <laughs> いやいや、なんでなんでそんな感じなの うん。ええー、感動の再会はいやー、まさか、あ、そう、いやつえい, <laughs> いや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 、あ、間が、うん。いやー、もう、圧倒するんじゃないの、ルディが。おー ちょ、手加減してあげてね、女の子だし。あ、回復したのうん。うん。ディスタブマジック。だ打ち消したというか、あれだよ、書き消したみたいな感じか。発動する前にね。いや、てか、ルディ ルディは気づかないなんでうん。うーん、俺、あ <laughs> <俺>、れ <laughs> 気づいてんのか気づいてるけど騒いでないうん。 うん。事業免除いいね。いいね。うまたおしゃれな部屋。うん、なるほど。シルフィーかあ,あ、エリナリージさんだ。え <laughs>、なんであなた入ったんね。<laughs> いや、真面目なご指摘。おーい。ああ。ああ、ニーソ的な。いや、アルディ呪いって聞いてからあれか。うん。理解示してんだね、エライイゼさんに。ああ、出たお姫様 ああ、無言のフィッツ。んいや、な、そうね。いや、なんかもどかしいな <laughs> 狙われる狙われちゃうの。パウロに似てるなって。うん。 ああ、生徒会ね。うん。ルディも何じゃあ生徒会入りとかをするのかなうん。いや、この、姫様とまたルディがどうなっていくかね。 うん。うん。だが、ああ、引き込まれるところがあるのかな。もう話し方に品がありすぎるぜ。いや、気になるよね、ルディ。ねえ。 いやーもう一回早く。あ、さあ、シルフィーかどうなのよ。来たかいや、獣人、ああ、そしてあれ、真ん中あれ、ザノバじゃないのね。いや、であの、大森林の、今のは ほらほらほら、師匠ですよ、師匠あ。やっぱり、絶対言うよね。いやいやいや手加減して、手加減して。いや、忘れるはずない、こんな強力なキャラ。うーん、また作らなきゃね、フィギュア。<laughs> ここで会うんだ。いや、けどいいね、こういうやつがいてくれて。で いやーこれ違うかなあ。あの大森林の。うん。うん、ね、ね態度が。はじめましてか。いや、見たらわかるもんね、ルディなら。きっと。いや、けど、シルフィーもわかってなかったしな。てか、めっちゃ可愛いなこの子も。 うん、え待って、今、やっぱ、名前。うん。そうよね。あれ、けど、あんな名前だったかな。うん。あ長超徐かいや、<laughs> やっぱ、あンツかよ。あ、で、こっちの子は うーん食べ物大好きっ子かな食べるのが。ボルセナブルセナうん。うん。いや、で、あの人は気になる、そこの人。うん。 うん、名前知ってるのかな天才魔術師あれんこの子はあれかあのエリスの。 番外編かなんかで出てきた子もしかして。うん。いや、そうじゃないやばいやばいやばい。え <laughs> ちょっと待って。エリスだよ、そこ。やっぱり。<laughs> うわ、ここでその名前聞くの。 いやあ、繋がった物語が。<laughs> また出てくるキャラだったんだね。何サ何レントうん。あ、女の人なんだ。へえー、それも免除。 うん。いやー、どんな子気になるないやー、ちょっと、キャラクターがまた魅力的なの多くないこの学校、久々のやつらといいさ、新しいのといい。めっちゃ面白そうじゃん、こっから。うわー。 何この図書室入り浸りたいわ。うん。え <laughs> 俺のあれがびっくりになるには。なんからそこね、ヒットアリオの。うん。あー、来た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  いやー、そろそろお互いにちょっと認識しませんうん。うん。どうしちゃったのルーデウス君とか。うん いや、なんでルディもこんな感じなのうん。目の前目の前だよう, <laughs> うん。うん。 やっぱわかってるね。わかってるわ。わかっててもこの感じなんだ。うん。うん。いやー、そりゃ優しいさ。そりゃそうさ。 いやむしろね、負けて嬉しいくらいじゃないルディが頑張ってて強くてさ、今も。すちまずちあ、<laughs> 言えてない。<laughs> やるのね。<laughs> うーん。いやザノバー、いいやつ。 <laughs> いや、楽しそう <laughs> あ。ああ。ああ、女性なんかはべらしちゃって。常に一緒にいるわけじゃないんだね。姫様と。うん。ああ、だからやっぱもう話してるんだ。 フィッツから。うん。いや、だから、ここあれだよね。その、うん。グレイラット。う、は、ん、あ。いや、複雑。 うん。うん、いやーそれねえけど、いずれまた木を見て戻るんでしょうん。保険。うん。 いや、ルディーがなあ,あの杖見ても。うん。あれえパンツうん。<laughs> なんで空から降ってきた誰かがなんか。 落としてたわざとかの、ロキシーのあれに。えあ、えなになにやばい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 。やばいやばい。もうこれ以上やめてあげて、ますます ED の、えええなんかすごいの来た。<laughs> 誰へ誰 <laughs> これ、女の子なのか。いや、降ってきたのよ。えありえるのありえるのなんだ。うわ、やばい。<laughs> ああ、まずいって。もう、ますます立たなくなっちゃうって。ああ、うん。 シルフィー。あ、シルフィーが、いや、うん、助け船かなぁ。えあー、そんなルールあるのうん。 うん、えっ、ー、?×あっうん。やっぱ一目置かれてるんだろうなぁシルフィー。 シルフィーよりは強くはないんだろうね。いかついけど。弾いてくれたし、うん。ゴリアーデ。すげえ名前。ああ、回復。いやいやいや、あの表情。 <laughs> やっぱりあなたなの <laughs> うん、先輩。もうそろそろさ、ないのねえ。このまんまなのもう終わっちゃうんじゃないか、これお話、今日。うん。 ええー、フィッツかーうーん。いや、まだ言わないのはむしろお礼が言いたいくらいなんじゃないかな、昔のこと考えたら。 ええー、なんでなんで内緒にしないでよ <laughs> いや。ドキッとしちゃってますよ。いや、エリスやばいよ。<laughs> ねやばいって。シルフィーが奪っちゃうよ、このまんまだと。いや、だから最終的に本当誰とあれなのブルディは。そこも気になるよね。前回のサラちゃんはまあ脱落しちゃったけど、早々と。 いや、全然あると思うんだよなで、エロキシーは、そういう形にはきっとならないと思うから、やっぱエリスかこの子だと思うんだよね。いやー、てか、あれあ、ここにはいないけど、うんあの子があれかサイレントかもしかして、今回出てきてない。ちっちゃいけど。 で、今言おうとしてたのはあれだよ。あの、エリスの方の番外編で出てきたあの子ね。まさかこの学校にいるなんて、ちょっと今すぐ名前出てこないんだけど。いやー。面白いね、同級生たちもこれ。大森林のあの長女もいるしさ。ザノバもいるし。<laughs> どんな生活になっていくのかなエリナリーズさんもいて。 イリナリージさん、また、あの、ルークとか食っちゃいそうな気すんだけどね。あと、ルークとね、またどうなっていくのか、グレイラットってことで。そこもね、なんか気になるなぁ。 いや、あとなんでシルフィーはあれなの自分はさ、ルディだって気づいてんのに、あんな接触の仕方をしてるの俺そこがいまいちよくわかんないんだよな。ルディが気づいてないのもさ、違和感感じるんだけど。さっきザノバがね、彼って言ってたし、やっぱ男ってことでルディも認識しちゃってるから、あの杖を見てもシルフィーだってことにはなんないのかな。 え、けど今、女子寮のところでね、もうすでにフィッツがいるわけで、でルディをフィッツのこと男性と見てんの、女性と見てんの、そこがまずわかんない。あとは図書室の方でね、それこそその人神から言われてたことの話ね、フィットアイ寮のその転移事件もそうだし、あとあっちの方が治る機会とかそこら辺のことね、そこの過程がどうなるのか気になるね。で、シルフィーがいるんだから、やっぱシルフィーが何かしてくれたりとかしないかなって俺思っちゃうんだけど、でエリスが開けてしまったね、穴をね、まあシルフィーが 止めてくれるんじゃないかなはいというわけでね今回の質問に対する皆さんの感想だったり僕のエレクションに対するコメントはお待ちしておりますまた動画の高評価チャンネル登録まだの方はねグッドチャンネル登録をよろしくお願いします以上動画を2つお伺いしましたバイバイ